久保さん、YouTube から連絡来ませんでした。あの、なんか、YouTube の規約が変更されるみたいで、2016年だったかな。なんか限定公開してるやつが、2016年ぐらいにアップロードしたやつで、2017年までにアップロードしたやつで、限定公開してるやつが、非公開になるらしいですね。だからその昔に、 アップロードして、サイトに埋め込んでるやつとか非公開になっちゃうらしいですね。だけど、なんか申請すると、その適正をこのアカウントには、うんなんだ変更をしないみたいな。やっときました。久保さんも結構あるんじゃないですか、昔の埋め込んでる動画。<laughs> 多分ね、なんか、もう、なんか7月の23日までそれを申請しないと、その、 動画が非公開になって、リンクとかが全部無効になるらしいですよ。もうちょっと済ましたんですけど。うん。で、それをきっかけに、僕はあの、今ね、バックアップをめ全部取ってるんですよ。バックアップ <laughs>。超大変ですね、バックアップ <laughs>。もう全部、こういう事務作業めんどくさいんですよね、バックアップとか。うん。で、前、前途中までやってたんですけど、まあ、サボってて、 もう全部一個一個丁寧に綺麗にフォルダ分けして格納して見やすく全部バックアップするっていうのやってないんですよ。適当にやってるんで、今ちょっと1から全部もうバックアップ取ってます。もう今100個ぐらい、今,今100本ぐらいだバックアップ取ってますけど、しんどいですよ、これね。<laughs> ただダウンロードするだけなんですけど。うん。まあこれ動画なくなったらね、<laughs> 久保さんもそっから塾で動画提供してんのにね、動画見れなくなったらね <laughs>、ちょっとねうん、サービスのあれじゃないですか。だから過去に僕はそのアカウントね、バンされまして、その300個か400個、ソースコードをね、張り替えるっていうのをやって、3日かかったんですよ。3日。3日かかりましたね。あれ、地獄でしたよ、久保さん。<laughs> そうだから今、その、R34 マガジンには、R34 マガジンには、僕限定動画1個もないですね。まあ、あれは赤ン食らってもいいやつにして。で、そのもう一つのライブチャンネルっていう、そこはもう限定動画しかないチャンネルにしてるんですよ。うん。まあ、一応それで、ね、あの、リスク回避というか、まあ、一般公開してしないので、そのチャンネルはほとんど。 1, 1?、2本だけか。2本しか一般公開してないですよね。なんで、一般公開してるやつが結構なんかその、言われたりするじゃないですか。なんで、まあそんな感じでやってますね、今ね。久保さんは久保哲郎チャンネルに多分、速歌塾の限定動画とかクソ混ざってると思うんで。行 <laughs> ったら、えぐいっすね。<laughs> 多分。まあまあ、また作ればいいとは思うんですけど、やっぱ01じゃないですか。 うん、まあバックアップ取ってるんだったらまあそれをまたアップロードすればいいと思うんですけど、それが300個とか400個で、しかもその、なんだろうな、この動画テキストに、まあ、埋め込んでるじゃないですか。うん。その、それ大変ですよ <laughs>。まあ何が言いたいかっていうと、なんすかね、準備しとけってことですね。うん。その何か、まあ久保さんも言ってましたけど、ね。 そのまあ、確かにね、僕は今あ、なんだ、あの、投資う、運用で飯食ってるけど、これがもしダメになった場合、じゃあどうすんねんと。んビジネスもやっとかないといけないよねとディスクリバ。ディスクリバーサルというか、全部において、じゃあこれがダメだったらどうすんの。これがダメだったらどうすんの。これがダメだったらどうすんの。じゃあどうすんのどうすんのと。じゃあそこに対しての準備をしているかっていう。 うん。みんなしてないですよね。なんとなく、だからこのバックアップに関しても、やらないといけないなとかね、いろいろ思ってたんですけどあ、また規約がもう露骨に変わって、あ、これはまずいと。またどうせ変わるしなと。うん 多分まあ、その僕のそのライブチャンネルに関しては、ライブ限定動画だけなんですよね。限定動画でも3000本とか4000本あるんですよ。で、これね、あの YouTube の規約が変わって、その一般公開していないチャンネルですよね。限定動画だけのチャンネルはもうダメですっていう可能性も出てきますよね、今度。うん。だからまあ、 バックアップは取っといて損はないかなと思うんで。<laughs> まあ、もさんもバックアップは取ってるか分かんないですけど、やっといた方がいいですよ。まあ、動画を量多いんでね。めんどくさいんですよね。うん、でもこれやらないとね、後々大変ですから。<laughs> はい。いってらっしゃい。